はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。7世代最後のシングルレートやっていきたいと思います。ってことでね、最後なんで、どういう動画にしようかなと、考えてたら、とある噂を耳にしまして、その噂というのはね、ガラル地方に、ペンドラ一族がいないという噂がね、流れてきたんですよ。そんなバナナって思ったんですけど、いないんですよね。いろいろ見ちゃって、おそらくいないんですよね。いたら多分号泣すると思うわ。多分いないんで、7世代最後、ペンちゃんを活躍させて、このアローラ地方の戦い、締めようかなと思います。ってことで、剣舞たすきの昔ながらのペンちゃんで頑張っていきたいと思います。もう、たすきペンちゃんはね、もう5世代の頃から使ってたんで、やっぱりペンドラ、僕の中のペンドラっつったらやっぱり剣舞たすき、これかなと思ってるんで、この方使っていきたいと思います。そして残り5匹。残り5匹、僕が個人的に、性能関係なしに、ただただ好きな毒ポケモン5匹並べてみました。まず1匹目、ロズレイド、コハちゃん。お次、ゴルバチョフ。お次、ドルプリーオン。お次、人妻。最後、ベティとね、僕の好きな毒ポケモン。ベスト6。こんな感じになってます。この下にラフレシアがいます。残念ながらラフレシアランクインせず、この6匹、僕の好きな毒ポケモンベスト6ですね。この6匹で最後、アローラ地方の、戦いやっていきたいと思います。はい、では、対戦の方やっていきたいと思います。ペンちゃん意外といけるね。左3匹、ペンちゃんいけるね。ってことで、右3匹を対策すればいいんで、あれランドルス、どう倒すんだこれ。あれランドルス、もうゴルバチョフでなんとかするしかねえな。もう初手ペンドラ行って、ゴルバチョフでランドミミキュ行って、グロスエンニュートでいけるんだっけ？いや、正直ベティ入れたいんだよね。エンニュート、意外といけそうだけど、もうベティとかもう見すぎてるから、違う子見たいよね。そうだよね。違う子見たい。久々に人妻見たいよね。僕も見たい。いきまーす。では対戦よろしくお願いします。これがね、最後の戦いになるのかな？ラストバトルになるのかな？頑張っていきたいと思います。ペンちゃん頑張って。ランドロス来たら、入れ替えて、って感じか。さあ、左3匹。頼みます。ランドロス来る。ランドロスだよね。で、これガンプって来るんだよね、絶対。だけどゴルバチョフ出す。ガンプって来る。これ捨てるの可能性もあるから、交代しない方が良かったかな。ガンプ打ってくるように当たらない。ありがとうございます。やっぱり最後の最後だからね、やっぱ運がこちらに向いてきてますね。毒々ぶち当てましょうか。畑落とさん、奇跡落とされる。関係ないよ。大丈夫。もう毒々さえ当てればね、ランドロスはもう突破できたんで。で、あとは羽休め連打でガンプごとき奇跡なくても、1回は耐えるんで、回復で間に合うと思うしね。半休め連打していきましょう。眼風で倒せるとお思いですか？そんなんで、うちのゴルバチョフに勝てるとお思いですか？キュイン。さあ、どうしよっかな。もう一回ガンプ打ってくるっしょ。打ってきた、打ってきた。さあ、ここで交代をかましてくると思うんで、なんとなくね、なんとなく僕の勘が言ってる。あ、これ書いて回復間に合ってるから、ガンプ連打じゃ勝てねえじゃんと悟り、相手はここでトンボ返りもしくは交代をかましてくる。そこに僕はトンボ返りを合わせると。オッケー。さあ、こんなね、最後の最後にこんな読みが冴えてもね、意味がねえっつうの。ガチでやってた時にね、こういう読みが冴えて欲しかったんですけど。何ですか？月光がですか？アーゴヨンですか？まあ、左3匹のどれかですよね。来るとすれば。来るとすればね。まあ、個人的には、メタグロスとか来てくれたら、人妻が、行って、オバヒで、行けるんですけど。マジでペンドラ活躍させる気ねえな。まさかこれペンちゃんを活躍させたいっていう動画にしたいんだけど、もしかして他の子は活躍してペンちゃん出番なし？それもあり。それもあり。さあ、うちの人妻行きまーす。まずは身代わりで様子見します。この技警戒するからね、相手は。この技警戒するんで、そこの警戒してきたタイミングを計り、身代わり入って、ランドロス交代っていう可能性もあるんで、オバヒ読んで。オバヒやらなんやら読んで。ランドロスもしくは裏の違うのに交代かましてくるっていうパターンがだいたい、そうだよね。さあ、顎が来ましたか。いいですよ。顎いいですよ。来ちゃっても。さあ、どうしようかな。悪巧みすんのかな？ここね、金縛り。いや、ここ悪巧みからの攻撃してくるパターンだと思うから、毒々入れよう。メザパ普通に打ってきた。地面か。どうしよっかな。悩むな、これ。人妻はまだ置いとかないといけないよね。ここは、どうせ目立ち打ってくるんで、ゴルバチョフ交代して、で、ゴルバチョフも奇跡持ってないから、で、ランド毒にした、アゴヨも毒にした、ってなってるから、ここゴルバチョフ捨て気味で、トンボ返りかまして、Z か、オッケーオッケー。ここで Z 消費はでかいんじゃない？Z 消費はでかいな。さあ、あとどうしよっかな。裏がグロスと、ランドでしょ？威嚇も入るから。素早さ上がんのまずいな。素早さ上がんのまずいな。素早さ上がんのまずいな。こう、でもこう研磨するしかないんだよね。守る呼んでくれたら、全抜きは可能。さあ、ペンドラ見たら守るを呼んでくるでしょう。オッケー、守る読み交代ね、オッケー。ランドロス。さあ、これでもう一回剣舞詰めるんだよね。これで2回詰める。あー、2回積む？え、2回積まないといけない。2回積まないと勝てなくね？1段階じゃ勝てないね。グロスに勝てないから、3段階にしなきゃ勝てない。だからここはもう確定で剣舞だから、で、あえてガンプ打ってくるんで、叩き、オッケー、ありがてえ。叩きはありがたい。眼風だったらもうちょっと食らってたから。ありがてえ。これでもしかしたらバレパン圏内に入ってない可能性あるから。めちゃくちゃ、こっから行くぜ。3段階上昇の。まずは眼風で、ランドロスを突破しましょう。岩石封じ、ダーン。まずランドロス突破。さあ、グロスさえ突破できれば、なんやかんやありながら、ペンディちゃんで、3立ても可能っていうことですね。さあ、何きますかな？アーゴ4を引っ込めたから、S はこちらのが早い。Z だから、スカーフはない。自信を当てていきますと。ペンちゃん自信アタック。よしよしよし、ペンちゃんいいよ。ペンちゃんいい子。最後グロスもいっちゃって。最後グロスもいっちゃって。3段階、2段階上昇の自信は耐えられるんですよ。確かグロスは。だけど3段階上昇してるから、これは耐えられない。これは耐えられるわけがない。耐えたらビックルドンキー、HB メガグロスとか、HB ずぶとい、わんぱくだっけ？ C 下げ B 上げ、わんぱくだっけか。B に補正かかった HP メガメタグロスやったら負ける。まあ、そんなことはありえませんけどね。ダーン！対戦ありがとうございました。やっぱり最後はね、ペンちゃんの3立て劇場ということで。